よいしょ。ありますか。あれ、あ、ここまで来てる。いつもはもっと奥で交通が止まってるんですけど、今日は閉鎖がずいぶん手前ですね。何があるのか分かんないけど、軍隊が出てますね。軍隊があそこで列を作っています。何してるのかな。ここで、閉鎖、封鎖したので、この辺で、ここで急に今封鎖しているところです。カトラルアイニーの、106番のところで封鎖しています。向こうが、向こうの先がタハレル広場です。誰か一人捕まったやつがいますね。ガルタギーヤっていわゆるチンピラのような連中じゃないかというふうに言われています。うわ、すごい大量の、ほら、なんだ、すごい大量に、軍隊っぽい人がいっぱい来てますね。横からすごいたくさん入ってきました。うわ、かなり大量の銃声も聞こえる。銃声ですか、これ。うわ、戦車も入ってる。戦車も来てる、戦車も来てます。銃声聞こえる。これはまずいぞ。銃声が聞こえました。今なんか明らかに銃声、軍隊が入ってきてます。戦車が入ってきてる。タハリル広場に戦車。銃声も聞こえます。うわ、ちょっとユーストリームで。タハリル広場に軍隊の車両が、軍用車両が何台も出てきました。戦車っぽいのもあります。先ほど急に出てきましたね。5分ぐらい前かな。2時45分とかそのぐらいにたくさん出てきました。今カスラルアイニーは普段より手前のところで、こういうふうに封鎖されています。ここで封鎖されていますね。普段よりずっと手前です。ワンブロック手前で封鎖されています。この辺はテントがありましたけど、今は何もないです。あっちの方が、こっちが、あっちが中心部のロータリーがあったところですけど、あそこも大テントがなくなっちゃってます。この辺で軍隊がまだちょっと撤収作業しています。こちらロータリーです。完全に撤去されています。テント、大きいテントがあったところです。軍人さん、兵隊さんが止めているので、ここ道渡れません。ここがハーディーズの前のところです。この道を今渡れないことになっています。